美国退出 TPP 已成定局，新晋最大成员国日本将受何影响？私はもう日本は大いに自信を持ってやっていけるというふうに確信を持っております。中国と大いに協力し合いながら、その世界の経済の発展のために日本ができることはしっかりやっていきたいと思っています。那么是说日本愿意邀请中国加入到 TPP 中吗？无意协商解决朝核危机，日本强硬背后是否另有隐情？日本自民党干事长二阶俊博再度做客风云对话，探讨新时局下的中日关系。大家好，欢迎收看风云对话，我是傅晓田。说起日本自民党干事长二阶俊博，很多人对这个名字并不陌生，中日关系的破冰者、友好信使、日本知名亲华派、中国人民的老朋友等等，都是关于他的关键词。那么在今年五月的一带一路国际合作高峰论坛期间，二阶俊博是再次带来了日本首相安倍晋三的亲笔信。而在峰会结束后不久，亲笔信内容遭日本媒体曝光，说安倍在信中表示希望两国构筑稳定的友好关系，保持对话，合作解决朝鲜问题，并且在一带一路倡议上加深对话跟合作。由于在过去二阶俊博曾告诉过我，领导人之间亲笔信的内容他是不会向媒体透露的，所以在这一次的采访对话里我没有问关于安倍亲笔信的内容，但是我们谈了中国一带一路峰会、中日两国关系进展、朝鲜问题、没有了美国的 TPP 以及二阶俊博自己选择并坚持对华友好路线的个人故事。2017年，中国外交的最大盛事“一带一路”国际合作高峰论坛不久前圆满落下帷幕，而论坛带来的效应和成果仍余热不减，在全球范围内被热议。30位国家元首、政府首脑与3位国际组织领导人共同通过联合公报，结下广泛共识，同中国签署“一带一路”合作协议的国家和国际组织总数达到68个。论坛期间签署了270项实实在在的合作协议等。作为日本执政党自民党内仅次于安倍晋三的二号人物，二阶俊博代表日本政府率团来华参加“一带一路”高峰论坛。论坛闭幕后，习近平主席在钓鱼台国宾馆会见了二阶一行。二阶干事长您好，您这次来中国参加“一带一路”国际合作高峰论坛，那么这次论坛给您印象最深的地方有哪些呢？やっぱりこれだけの大きな構えでね、ボリュームで、また内容的にもとても素晴らしくて、私たちはこれに参加をさせてもらったことを大変喜んでおります。でこの機会に、中国の各地で活動しているいろんな我々の関係者ともお会いしましたから、中国と日本との関係について話し合う機会を得て大変嬉しかった、そういう印象です。您看一带一路倡议呢提出已经有好些年了，那么在日本不管是在政商界、媒体还是民间，对这样一个涵盖面非常广泛的向全球发出的倡议是有哪些解读呢？日本の中でもですね、今回も経団連のトップが参加をしておりますし、私どもからこの拝見しとって、各地からの反響反応を見てますと、これに対する期待が大変大きいということを改めて感じました。ご成功をお祝い申し上げたいと思います。那么在过去这两三年时间里面，在日本比如说媒体或者是民间谈论这个倡议的多吗？一帯一路というのが中心で、いろんな議論が日本中に湧き起こっているというほどのことはありませんが、一帯一路というこの思い切ったテーマにね、感激して、日本も大いに協力しよう、こういう機運になっておりますから、一帯一路がこれからずっと発展していくであろうということを思ってますが、今すぐこれに対する評価は
第一弾としては成功したと、まあ、こういうところだと思います。作为日本著名的亲华派代表，二阶俊博在中日政治和民间交流等事务上亲力亲为，至今他已先后七次率团访华。2002年正值中日邦交正常化30周年，二阶俊博率领13000人的大型访问团，在八达岭附近的中日友好万人友谊林里种下了象征中日友谊的13000棵树苗，成为中日旅游史上具有里程碑意义的活动。2015年5月，在中日关系低迷之际，二阶俊博又率3000人的代表团来访，并向习近平主席递交了日本首相安倍晋三的亲笔信。同年11月，二阶俊博再次访华，期间他接受了风云对话的专访，并在节目中表示中日关系会马上跨入冬天，迎来春天。您看今年呢是中日邦交正常化45周年，那明年呢就是中日和平友好条约缔结40周年了。那您之前呢也说过今年是改善中日关系很重要的一年，那么具体说来，您认为我们应该怎样利用好这样一个重要的一年呢？今おっしゃるように日中関係のエポックといいますか、大変重要な区切りの時に来ておると思うんです。それだけにこれはまずは日本側の努力、そして日本側として積極的なこのテーマを選んで、これに対して、まあ、日中関係が今多少難しい関係にあるという人もおりますが、私は中国と日本、日本と中国、このような誠に歴史的にも重要な問題を抱えておる、同時に我々がこれから歩んでいく道にもたくさんの期待や希望がある、そんな中でいろいろ難しいことに遭遇するのは当たり前のことなんですが、私はそうじゃそのことだけにこだわるんではなくてですね、これから新しい日中関係を模索していくということに両国ともに協力し合えれば、私は必ず明るい未来があるというふうに信じております。やっぱり日本と中国が今日このアジアの中でも代表的な国として発展を遂げてきているわけですから、この勢いをどう将来につなげていくか、また若い世代の交流ということも大変大事で意義のあることですけど、これもほぼ成功のうちに進んでおると思う。これを我々の側から、日本の政治の側、あるいはまた中国のマスコミの間からもしっかり支えていくというメッセージがあればね、私はもっと進んでいくだろうと思うんです。日中関係の将来は楽観をしておるわけではありませんが、別に悲観するような材料は何もないとこう思ってます。那么我记得上一次您来北京的时候呢，我们做了一次采访，在那一次采访中您就说您认为中日两国关系的春天已经不远了，那么您认为现在中日两国关系到哪个季节了呢？素晴らしい春の訪れを両国の国民が感じて喜ぶ時だと思うんですよ。在二阶俊博看来，中日关系正在经历春天，而对日本经济而言，春天似乎还未真正到来。日本首相安倍晋三上台后提出安倍经济学政策，但长期效果不彰，日本面临一系列深层次的经济问题，如中央政府财政困难、国内市场扩张乏力等。日本急需一个稳定的外部发展依托，来作为未来几十年经济增长的保证。此次二阶俊博来华参加峰会期间表示，关于日本加入亚投行一事已经到了是否决定尽快加入的阶段。二阶的此番表态与过去日本对亚投行的消极和质疑态度相比，无疑是极大转变。而另一边，日本政府曾寄予厚望的跨太平洋伙伴关系协定，由于特朗普上台后宣布退出而遭到重创。尽管如此，东京对于邀请中国加入 TPP 的想法发
反应冷淡，而更热衷于挽留美国，试图让其重返 TPP。 无奈偏好双边贸易协定的特朗普这次去意已决。5月22日，在越南河内召开的 APEC 部长会议上， TPP 其余11个成员国已达成一致，将继续推进协议。而美国正式退出后，日本成了这一协定中最大的经济体。二阶干事长，能不能为我们讲一下日本现在的经济发展情况，还有就是中日两国在经济交往方面现在的活跃度怎样呢？我是想今日の中国と日本との間の経済交流は大変順調に進んでおるという高い評価をしておりますが、これから先も大いにこれ発展のね、チャンスを捉えて両国ともに協力し合っていけば必ず明るい将来があるというふうに、まあ、私は見ておるわけですが、必ずそうなりますよ。那您看现在美国呢已经宣布退出 TPP 了，那么从日本的角度来看，这对 TPP 它的推进跟落实会造成多大程度的影响呢？今までは日本という国はアメリカがくしゃみをすれば風を引くって言われてきたんですが、そうではなくてあくまでも日本は日本、アメリカはアメリカなんですから、お互いに協調して協力し合うことはいいことですけど、アメリカが難しくなったからって言ってその後ろをついて歩くわけではありませんから、私は日本は大いに自信を持ってやっていけるというふうに確信を持っております。那么现在外界说，因为美国不在这个 TPP 框架里面了，那么剩下的国家里面需要一个领头的起这个领导力作用的，那么就剩下是日本。您认为是这样子吗？中国と大いに協力し合いながら、その世界の経済の発展のために日本ができることはしっかりやっていきたいと思っております。那么是说日本愿意邀请中国加入到 TPP 中吗？そういう中国がそれを希望されるならば、そういう方向が一つの強力な日中関係を形成する上において大変重要なことではないかと思ってます。2016年7月以来、朝鮮半島危機就一直处于不断加码的状態、甚至多次濒临战争边缘。今年4月、日本政府正式开始同朝核问题六方会谈与会国协调意见，表示日本将向主席国中国传递立场，强调只要朝鲜仍在继续开发核与导弹，重启六方会谈就很困难。4月7日，日本政府在内阁会议上作出决定，将原本5月13日到期的对朝鲜的单边制裁再延长2年。针对一直以来日本对朝核问题的强硬态度，不少分析认为日本想趁着半岛乱局从中取利，为解禁集体自卫权提供实践机会。事实上，一直以来日本都在渴望拥有与经济实力相符合的军事实力和政治影响力，但这样的想法受到和平宪法的限制和历史问题的羁绊。而半岛危机在某种程度上为日本提供了挣脱和平宪法的约束、解禁集体自卫权、通过安保法案等一系列措施的说辞。我们有注意到啊，东北亚局势呢是持续紧张，那么很多国家呢都希望能够尽快的重启六方会谈，但是在这个问题上呢，日本首相安倍先生呢好像是持有不同的看法，他说为了对话而对话没有意义。那么我就想请问，在日本看来，或者说在安倍首相看来，要化解朝核危机的最佳的方式应该是什么呢？だから我々もこうしてお国を訪問して、いよいよその世界の会議に臨もうという時に、北朝鮮から一発お見舞いが来たわけですね。こういうことに対して私も総理とも連絡を取り合いましたが、日本としては大いにこの会場でですね、この日本の主張といいますか、日本の現状、そして日本の、国民が抱いておる恐怖心ですね、こういうことに対して
世界各国のやっぱり協力がなければあの無法者を押さえつけるわけにはいかないでしょう。だからそういう意味で僕は昨日の会合でもそういう主張をしました。で、参加国の皆さんはそれをある程度理解したでありましょうが、これからもですね、重ねて我々はあの暴挙に対して抗議をし続けていかなくてはならないと思ってますから、中国の皆さんにも大いに、協力に、参加をしてくださることを期待しています。那你们的主张里边不包括和朝鮮进行对话是吗？の一方的に、意見が凝り固まっているというのではなくて、柔軟にですね、時には対話も必要、時にはやっぱり攻めることも大事、そうしたことをこう難この、交えて対応する。しかし一筋縄でいかない人たちですからね、相当の、まあ、忍耐と努力いると思います。日本はしっかり対決していきます。しかしその場合にいつも中国の皆さんを頼りにしております。中国と日本が協力し合ってやっていきたいという希望を日本は持っております。您刚才说到了在这个对决的过程中要软硬兼施，那么在这个范围里面，日本的主张里面硬会有多硬呢？それは日本はあの周辺諸国、韓国もあるいはもちろんこの中国、そうした皆さんのご協力を得ながら進んでいかなきゃいけないと思うんですが、この最後のところを日本自身がきちっとした毅然たる態度でもって対決していくというその気持ちが大事だと思います。那么在这样的一个问题上面，或者说在所谓的软硬范围这样一个讨论话题上面，日本和美国，特别是美国现在的新任的总统特朗普先生，有进行过对话吗？十分な連携は取っております。日米はこれ外交問題あるいはまたこの彼らの暴挙に対してどう対応していくかというのは常に、共同共通の信頼感を持って対応しておりますから、日本はあくまでもアメリカとそうした面で共同戦線を張っていくと、こういうことなんです。为了应对朝核危机，在韩国部署萨德引起的纷乱还未平息之时，日本近日又表示想要引进防御范围更大的美制陆基宙斯盾反导系统，如此一来半岛局势将再度陷入僵局。同时由于历史原因，日本在军事安全领域的有关动向也极可能影响中日关系。而面对时远时近的中日关系，日本国内一直存在侵华路线政治家，致力于两国间友好对话交流，如日本前首相村山富士以及现如今的日本侵华派代表二阶俊博。此次来访，二阶再次带来了首相安倍晋三的亲笔信，递交于习近平主席。在访华期间，他还率领一带一路峰会日本代表团来到位于北京的凤凰中心，凤凰卫视董事局主席行政总裁刘长乐先生陪同参观。记得前不久啊，您参观了凤凰卫视在北京的国际传媒中心，印象如何呢？いや、まあ素晴らしいというかね、まあ本当に絶句するような、これが本当のテレビ局だなということを思いましたが、あのご発展ぶりに、おめでとうと申し上げたいと思います。二阶干事长，您呢是凤凰卫视的一位老朋友了，也是我们中国人民的老朋友。这么几十年来，您为中日两国间的友谊呢是做出了显著的贡献。那么很多人一提起您的名字，就会想到啊日本的新华派的政治家。那么能不能请问一下，一开始您是怎么就成为了清华派的一位政治家的？然后这么多年来，您是如何坚持这条道路的？まずあの中国と
交流を重ねていく上において友人ができましたよね。たくさんの友人が、そうした人たちの活動ぶりを見てますと、みんな誠実で、そして前向きに物事を捉えて頑張っておられる。我々はそのことに称賛しながら、一緒に力を合わせて頑張っていこうということを機会あるごとに私も主張してきましたが、今もその信念には変わりはありません。でこれからも中国と日本はこの永久に仲良くしていく、そういう国でありたいというふうに私は思っております。在采访中，我问二阶俊博，没有了美国的跨太平洋伙伴关系协定，是否还会继续推进？二阶表示，日本对此有信心。我问他，日本是否会在此框架下发挥领导力作用？他说，日本会和中国通力合作，为世界经济发展尽己所能，扎实做好工作。我问是否意味着日本愿意邀请中国加入 TPP？ 他说，如果中方有这样的意愿，这就是一个方向，他相信这对于构建强大的中日关系非常重要。二阶俊博非常看重中日两国的关系和发展，多年来也一直为此做出着不懈的努力和个人的贡献，期间有曲折有压力，但是在这样的坚持中，我们看到的是信心和远见。感谢收看本期节目，我们下周见。接着为您播出的是《龙行天下》。